次は長町南、長町南です。太白区役所はこちらです。 The next stop is 長町南 Station。 三井のリハウスは無料査定で住まいの売却、住み替えを応援します。長町センターは西一出口徒歩1分です。長町南、長町南、出入り口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は長町、長町、池屋前です。 JR 線仙台空港アクセス線をご利用の方はお乗り換えです。 The next stop is 長町 Station。 アジュール仙台3階、男性女性ともに診察できる不妊治療の今日のアートクリニックは仙台駅でお降りください。お客様にお願いいたします。座席にお座りの際は一人でも多くのお客様が座れますよう席は譲り合ってご利用ください。長町、長町、池屋前、お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は長町1丁目、長町1丁目です。私立病院はこちらです。The next stop is 長町1丁目 Station。 不動産のことなら三井のリハウス、リハウス長町センターは長町南駅が便利です。長町1丁目、長町1丁目、出入り口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は河原町、河原町です。 The next stop is 河原町 Station。 桜井循環器内科クリニックへおいでの方は南口が便利です。お客様にお願いいたします。体の不自由な方やお年寄り、内部障害や病気の方、妊娠しているお客様、小さなお子様連れのお客様などには席を譲り、和やかな車内にいたしましょう。河原町、河原町、お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は愛宕橋、愛宕橋です。 The next stop is 愛宕橋 Station。 愛宕橋西沢脳神経外科クリニックへは次でお降りください。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。愛宕橋、愛宕橋、出入り口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は五ツ橋、五ツ橋、東北学院大学前です。 The next stop is 五ツ橋 Station。 五ツ橋メディカルセンタービル、佐藤優也眼科院へおいでの方は次でお降りください。生き方をデザインする住まい、宝レーベン東北、レーベン東北で検索。五ツ橋、五ツ橋、東北学院大学前、お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は仙台、仙台です。東西線、JR 線、仙台空港アクセス線をご利用の方はお乗り換えです。仙石線へのお乗り換えはホーム階前方の仙石線乗り換え口が便利です。 The next stop is 仙台 Station。 住まいの売却、住み替え購入のことなら三井のリハウス、仙台駅前センターは北4出口徒歩1分です。東北保健医療専門学校、東北電子専門学校へは次でお降りください。電車は走行中揺れることがあります。お立ちのお客様は釣り手や手すりにおつかまりください。まもなく仙台駅です。忘れ物、落とし物などなさいませんようご注意ください。
仙台、仙台。出入口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は広瀬通り、広瀬通りです。一番町、中央通りはこちらです。 The next stop is 広瀬通りステーション。不動産のことなら山一辞書、仙台中央店は次でお降りください。お客様にお願いいたします。ご乗車になりましたら中ほどにお進みください。広瀬通り、広瀬通り。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は江東大公園、江東大公園。三井のリハウス仙台センター前です。県庁、市役所、青葉区役所。一番町はこちらです。 The next stop is 江東大公園ステーション。三井のリハウスは無料査定で住まいの売却、住み替えを応援します。仙台センターは公園に出口徒歩1分です。お肌の悩み、脱毛のご相談は美容整形セントローズクリニックへ。江東大公園、江東大公園。三井のリハウス仙台センター前。出入口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は北四番町、北四番町です。 The next stop is 北四番町ステーション。東急リバブル仙台センターは南2番出口、青葉区役所の並びです。やる気アップル、成績アップル、個別教室のアップルは教え上手なプロ教師、家庭教師も選べます。お客様にお願いいたします。座席にお座りの際は一人でも多くのお客様が座れますよう席は譲り合ってご利用ください。北四番町、北四番町。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は北仙台、北仙台です。中山、桜ヶ丘方面バス仙山線ご利用の方はお乗り換えです。 The next stop is 北仙台ステーション。生き方をデザインする住まい、宝レーベン東北、レーベン東北で検索。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。ご協力をお願いいたします。北仙台、北仙台。出入口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は大野原、大野原です。自由が丘、鶴ヶ谷方面バスご利用の方はお乗り換えです。 The next stop is 大野原ステーション。保証のことならコープ共済、インターネットでのお手続きが便利です。大野原、大野原。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は朝日が丘、朝日が丘。日立システムズホール仙台前です。大野原森林公園中央口はこちらです。鶴ヶ谷、南高台、宮城学院方面バスご利用の方はお乗り換えです。The next stop is 朝日が丘ステーション。希望の響きをこのホールから、日立システムズホール仙台をご利用の方はこちらでお降りください。コープの保証はコープ共済、宮城生協全店でご案内中です。朝日が丘、朝日が丘。日立システムズホール仙台前。出入口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は黒松、黒松。平和住宅情報センター本店前です。 The next stop is 黒松ステーション。仙台でのお部屋探しは市内4店舗の平和住宅情報センターへ。アパートマンションのことならすべてお任せ。平和住宅情報センター本店へは次でお降りください。黒松、
黒松。平和住宅情報センター本店前。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。出口は右側です。次は八乙女です。バスご利用の方はバスプール方面出口をご利用ください。 The next stop is 八乙女 station。 運転免許全車種、高齢者講習の大宇自動車学校は次でお降りください。不動産から相続相談、任せて安心の山一辞書は泉中央駅でお降りください。お客様にお願いいたします。歩きながらのスマートフォンなどの操作は事故やトラブルにつながることがありますのでご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。八乙女出入り口付近の方はドアの開閉にご注意ください。出口は右側です。次は泉中央終点です。降り口は進行方向に向かって左側です。泉区役所はこちらです。バスご利用の方は東一番出口をご利用ください。 The next stop is 泉中央 Terminal。 証言10丁目医療法人仙台中耳サージセンター証言耳鼻咽喉科へおいでの方、不動産のことなら三井のリハウス。泉中央センターは西一出口が便利です。泉中央終点です。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。